ねえファイブ、ねえってば、おかしくない？突然竜が仲間になってるんだけど、おかしいでしょこれ。ちっ、うっさいガキで細かいことにこだわってんじゃないわよ。いやいやいや、細かくないから、僕まっとうなだけだから。何その態度、お姉様方のハートをもてあそぶ小玉いくさが売りですみたいな安い顔しちゃって。龍が味方してやるって言ってんのよ。ちょっと感謝したらどう？いや別に誰も頼んでないし、龍なんてでかいだけで小回り効かないし。あんた小生意気じゃなくてただの生意気、ぶつけてやる。ファイブだけでも相当な負担だってのに、口うるさいババアドラゴンのお守りまでやってらんないよ。聞こえてるわよ。ファイブだ、口、私はワンに頼まれてあんたたちの仕事を手伝いに来たのよ。まあ、ワンお姉様が？僕たちがドジを踏んでないか心配でたまらないんだろうね、ワンは。否定はしないわよ。で、あんたたちの仕事って何さ？海のお宝ですわ。海のお宝って何？お宝はお宝よ。青くきらめく波間に漂う宝石のような。ああ、一言では説明できません。ちょっとこの女大丈夫？何言ってんの？頭うんだろ？大丈夫、いつものことだから。外れだわ、この仕事絶対に外れ。あんたみたいな女ってなんかムカつくのよね。なんでだ、言動、顔、胸、やっぱり胸か、胸なのか。あんたみたいな、じゃあとっととお仕事済ませちゃいましょ。どこ行けばいいのかしら。海のお宝っていうくらいだから、やっぱり海の国？はあ、ご慧眼ですこと。ねえ、いちいちよがらないでくれる？頭痛くなってくるから。私たち海の国にあるとても重要なものを探していてよ。あたしのお願い聞いてねえし。いざ出発ですわ。飛んでって、もう戻ってこなくていいよ。決めました。ワンお姉様が世界を統治する。
私がこの国をいただきます。やめとこうよ、こんな国。磯臭いし、体中ベトベトするし、気持ち悪いよ。体がベトベトな姫服の赤みたいでいいじゃん。こんな奴らに攻め込まれるなんて。それにしても見つからないわね。海の宝。困ったわ。この辺りだと聞いてきましたのに。海鮮か。何かしら。海の宝って海鮮のことでしょ。ごまかさなくていいよ、バレバレだから。あら、大きな貝殻が落ちている。2つ使えば際どい水着が作れますわ。だからごまかさなくていいって。時間を稼ぐ。無駄死にするな。一緒に行くぞ。おい、ちょっと、そこの竜。うっさいわね。何よ。何？見りゃわかるだろ。僕ら戦ってんの。手伝えよ。
心も体も離されてどこまでも飛んでいけそうですわね。飛んでって飛んでって、もう戻ってこなくていいよ。決めました。ワンお姉様が世界を統治なさって、私がこの国をいただきます。やめとこうよ、こんな国。磯臭いし、体中ベトベトするし、気持ち悪いよ。体がベトベトな、姫ごとの後みたいでいいじゃない。それにしても見つからないわ。海の宝。困ったわ。この辺りだと聞いてきましたのに。海鮮か。何かしら。海の宝って海鮮のことでしょ。ごまかさなくていいよ、バレバレだから。あら、大きな貝殻が落ちている。だと使えば際どい水着が作れますね。だからごまかさなくていいって。あんな下品な女見たことない。バカみたいな胸出しやがって。おい、ちょっとそこの竜。うっさいわね。何よ。何って、見りゃわかるだろ。僕ら戦ってんの。手伝え。あんたの姫は手伝いなんか必要なさそうだけれど。ね、ずいぶん楽しそうじゃない。あんたも殺しに胸を痛める玉には見えないし、二人で平気です。本当に手伝わないのかよ。Thank you.
だけ。あなたのお姉様は私、ご冗談でしょ。私、女子供には手もあげませんよ。もしかしてあの痛ましい兵隊さんのことかしら。殿方よりもひどい格好をしていて、どうしたくて、とても女性には見えなかったので。すぐ待れ、姉さん侮辱するな。私のたった一人の姉さんも。ねえ、ちょっとお待ちになって。あなたもひょっとして女性なの。まあ、おいたし姉妹、もう少し女性としての美と愛嬌があれば、こんなところで悲惨な仕事をしなくて済みます。本当におかわいそう。いいじゃん、奴らの勝手にはさせん。やってやりましょう。あの胸はどうせ作り物だ。俺にはわかる。偽父女め、覚悟しろ。苦しい。くそ、ここまでか。します。まあ、次はこんくらいで許してあげる。覚えてるの、ババアドラゴンめ。来てもよくってよ。はい。行くぞ。はっ。
どこまで飛べばいいのよ。もうすぐですわ。この先の山の国との境界、その海に私の欲しいお宝があってよ。と、まあ期待するだけ無駄だろうけれどね。Thank you.